ソルジャーズソウル。俺のコスモよ、奇跡を起こせ。さあ、どの大いなる戦い、大いなる戦いがここから。あなたは負けることはない、私は信じています。サンクチュアリ決戦の火蓋は切って。仲間たちと共に第三の宮掃除宮へ突入した聖夜たち。だが幻影に翻弄された聖夜たちはどうしても出口を見つけることができず、迷い人のように何度も入り口に戻ってしまうのであった。二手に分かれ出口を探す氷河とシュン。その前に双子座ジェミニのゴールドセイントが立ちふさがる。この男がジェミニのセイント、なんて存在感のない奴なんだ。まるで亡霊のような。おそらくこの掃除宮の迷路は奴が作り出した幻影のはずだ。つまり奴を倒せば幻影は全て消える。あ、ちょっと待って、ヒョウガ。どけシュン、時間がない。金牛宮では聖夜に助けられたが、今度は俺の番だ。行くぞジェミニ、ティグナスの剣を受けてみろ。このキグナスの陶器によって倒れてもらうぞ。この掃除宮がお前の死に場所となるのだ。はいっと。ヒョウガ、落ち着いて。このジェミニのヒントはどこかおかしい。敵がどんな小細工をしてこようと、俺のコスモで全て凍りつかせてみせる。まるで攻撃のやつの体を素通りしていっているようだ。いや、そんなことがあるものか。反響よ、ダイヤモンドダスト。なかなかやるぞ。さあ、息の根を込めてやる。ダイヤモンドダスト。アナザーディネッチ。その程度か。オーロラサンダーアタック。この氷河に敗北があると思うか。はいと。くそ、こんなところで終わるわけにはいかない。愚かな無駄だというのがまだ分からぬようだ。その程度か。
まるで攻撃が奴の体を素通りしていっているようだ。いや、そんなことがあるものか。まさか、こいつも幻影なのか。しかし奴の攻撃は本物だ。なければこちらがやられる。いかにお前が兄弟でも、これだけの闘気を放てばただでは済むまい。受けてみろ、このフィグナスの最大の技、ダイヤモンドダスト。最大の技にこそ最大の隙が生まれるも、その時が貴様の最後の終わり。どうだ、キグナスの闘気は身に染みたか。俺の闘気ではダメだったというのか。ヒョウガ、おかしいんだ。チェーンがさっきから戸惑っているようなんだ。何？戸惑っているとは？あのジェミニのゴールドセイントに対してまるで反応せず、むしろ敵がどこにいるのかわからないといった状態なんだ。バカな。終わりなんだ。アルファディメンション。ヒョウガ、ヒョウガ。キングナスは異次元の彼方へ消え去った。次はお前の番だ、アンドロメダ。ドラゴンの目が不自由なおかげで先の二人に掃除球を通過されてしまったのは誤算であった。残すお前は必ず仕留めてみせよう。チェーンが反応しないということは、この場に敵は存在しないということだ。きっとジェミニのセイントを打ち破る方法があるはずだ。おかしい、このジェミニの目。はい、と。いや、僕のレギュラーチェーンです。どうじゃ、あなた。ジェミニのゴールドセイントに対して全く反応しない。さっきの強打の竜を応援しなかったのはおかしい。あなたは2年そんな攻撃では無駄だよ。あなたは2年いや、クソ、なんて強靭なんだ。こんなとこで負けるわけにはいかないんだ。僕は本当は誰も傷つけたくない。友のため、彼のためにお前を倒す。兄さんが約束したんだ。兄さんが来るまで決してくじけない。一人で戦うと僕を甘く見ないことだ。レビュラーチェーン。この絵は何度目だ。しかしの広い広がったものを拾えば、あなたはお前は容赦せん。あなたは決めた。無駄だよ。あなたは決めた。ウィナー。バカだ。
本当の僕の力を見せてやる。やファイト。なんとかしてこの幻覚を作り出している張本人に一矢報いなければ。僕は本当は誰も傷つけたくない。アテナのためにお前を倒す。無駄だよ。兄さんと約束したんだ。兄さんが来るまで決してくじけない。一人で戦うと。恐ろしく挑戦的なコースに私の主役を担う。兄さん、このコスモは兄さんだ。遠くから僕を守ってくれたんだね。僕たちの目の前にいるセイントは存在しないのか。ならば正直社会の兄さんは存在しない。全て不計画。レビュラッチュー！ウィナー！ジェミニー、咽頭葉の悲しみを感じる。これでいいんだ。どこに隠れていようとも、僕のチェーンは幻覚を作り出しているものを見つけ出して倒す。そこが、行け、スクエアチェーンよ。倒すのは目の前のジェミニではない。それを操っている異次元の向こう側にいる男だ。バカな。異次元空間を超えてこの私の体に直接攻撃してくると。幻影が消えた。やはりジェミニのゴールドセイントはここには存在しなかったんだ。それにしても氷河は無事だろうか。戦いの最中ジェミニに異次元に飛ばされてしまったけれど、ジェミニのコスモが消えた今どこかに戻ってきているはずだ。